奇跡と理想の楽園へようこそ。ここでは人々が忠実で熱心なロボットたちと仲良く暮らしています。しかしそれはもう昔の話。生み出されたミュータントや恐るべき機械、超出力のロボットが突如生みの親に牙を剥いたのです。ということで、こちらのアトミックハートは1955年の架空のソビエト連邦を舞台にするアクション RPG となっております。はい、ということでこんばんは、俺です。はい、本日から遊んでいくんですがね、こちらアトミックハート、はい、日本語音声で楽しみたい方は、はい、4月から実装されるようなんで、そちらの方がぶっちゃけいいと思いますが、はい、ちょっと早めにね、ちょっと味わいたかったんで、もう今日からやっちゃいます。はい。で、これ雰囲気重視で買ってみたっていうかね、これゲーパスに入ってたんでね、はい、やってるんですけど、はい、おー、なんだなんだ、ソーダはいかがですかって、おー、ほう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 失せてくんない？俺が今話を、話を途中や、俺が。はい、ってことで、これホラーゲームっぽいんですけど、ちょっと雰囲気明るくていいよね。はい、うん。まあ、独特やけどな、ちょっとなんか。はい、でもなんかね、科学が発達した架空の1955年のソビエト連邦ということで、うん、もうソビエト連邦ないですもんね、今は。うん。はい、まあだから飼い犬に手を噛まれたっていうゲームやな、これは。そうですね、ロボットが突如人間を襲い始めてみたいな話らしいんですが、はい、ってことでね、このソビエト連邦っていうかロシアをディスったこちらのゲームを遊んでいきましょう。違う、ディスってないよ。だってさ、ソビエト連邦だし架空の、うん、だって犬の散歩とかじゃなくて、おめえら豚でも散歩してろっていうのがこちらの豚の散歩やろ。ミニブタ流行りましたよね。あれミニじゃないな。あとはその後ろでの小競り合い、わかる？ミニブタちゃんかわいい、ね、あのハゲのロボットっぽいやつが3人小競り合いしてんだよ、さっきから。なんか、うん、それで、よこせよってやめろやみたいな感じのやり取りをさっきからやってるけど、プログラムがうまくいってないからっていうのは、おじさん同士がなんか直してやるわっつって言ってますね。あ、だからね、はい、ロボット界も人間界も同じよ、いじめはなくなりません、うん、これいじめじゃなくて、なんかエラーじゃないですか。いやだから一、はい、人多分あのな、一番左のやつな、はい、あいつが多分突き飛ばされたりしとったやろ、はいはい、あいつだけ多分古い方なんだよ。、うん、あるかもしれない。あ、で電話かな。サチンロフ博士からお電話みたいです。テレビ電話じゃないんや、動かへんもんな、あのサムネイルみたいなやつ。口動いてないですね。多分あれ、サチノフさんが自分でサムネイルに選んだ写真でしょうね、これはね。ちょっと上の方見てるやつね。なんか新しいグローブを開発されたみたいですね、この博士は。なんか俺、実際これアクション始まったらさ、はい、結構これ文字小さいし、ストーリー追えないと思うから頼むわ、その辺。あ、お任せください。むちゃくちゃドローン飛んでません、これ。な、研究所に行くみたいですね、我々は。命令なんや、ムカつくな。でもなんかパーティーっぽい雰囲気いいですね、街が。な、あ、ね、こっから動かせるんかな、俺が。はい、よいしょい。死ぬまで休むことなし。公園に行ってください。どうし諸君。いいですね、ソビエト連邦っぽいですね。まあ俺しか聞いてないけどな、こいつの話。行こう行こう。どうし諸君。お掃除、あ、ロボットかな。もうちょっと、もうちょっといい感じのほうきじゃなくて、なんかあるでしょ別に。だからあれや、こいつや、あのタイトルの、はい、死ぬまで休むことなし。そうですけど、うん、もちろん効率のいいロボットいるでしょ、お掃除ロボット。何、ソートがなければ生活が惨めになる。ソートって何、はい、このこれ iPhone ですかね。新しい iPhone。 あ、これがソートだよ。 iWatch です。あ、歌知らんのこれ。はい、うん、キモ。触手出てますよ。そうとやし、これ、うん、多分な。触手出てますけど。
いやー、街の雰囲気はいいんだけどさ、はい、ところどころ古いよな、なんかな。一応まあ1955年で、まあ、テクノロジーが進化してるって感じだから、まあちょっとどっかね、あの車見てみ、あれ箱スカやで、あれわかる、スカイラインや、あれは昔の箱スカ、うん、箱スカちょっとわからないです、箱スカが。まあ、こっか、はい、印がついと、どこにでもいるな、こういうやつな。ロシアっ子ですね、ロシアっ子。ウサはロシアっ子じゃないやろ。違いますけど、これ私ですか。こんな、なんか祭りじみた日にさ、天気もいいしさ、はい、この、これやろ、多分これ引きちぎってさ、はいはい、くんかくんかしながら空を見上げてる女子ってやばいよな。楽しんでる。彼女は彼女なりの楽しみ方をしてる。な、ほんとやったらな、同い年ぐらいのな、はい、男の子とかと一緒に来てな、はい、楽しんどってんやけど、一人遊びが好きな子や、あの子は。いいじゃないですか、別に。いや、いいんやけど、はい、どういう子やなっていう解説を入れながらね。はい、うーん、なんでこんな顔してんの、あれ偉いやつかって、火あぶりの刑にされようとも知ったことか、真には曲げるつもりはない。セルゲイ・バビロフさんですね。なかなか真の持ってるね。今その女の子型ロボットを、うん、何この顔って、その後ろの3人組が取り囲んで笑ってました。え、なんでこれ最新じゃないんや、こいつ。ちょっと怖い、おかっぱがすぎる。え、これ自分が撮られてることをちゃんと分かっとうやん。ポーズは？あ、こいつが撮ってんのか。撮ってくれてんじゃない。え、じゃあ俺も入っとく。入っとく。あ、遅かった。写真、あ、見せてくれ。あ、すごいすごい。え、すごい。もう一回もう一回、やるチーン、ウィーン、はい、撮れた？入ったかな？どう恥ずかしがんな、もう一回行くぞ。何あのポーズよ、あのポーズを一緒にして。うい。はい、チーズ。なんで見ようや、一回。もっと寄る、みんな。うい。はい、はい、チーズ。どうよし、見よう、見よう、みんなで見ような。みんなで見よう。俺、おらんやんけ。入ってませんでした。え、何、俺、シックスセンス的な存在な、俺。実は幽霊みたいな。まあ FF10 の主人公みたいなもんやな、俺は。ああ。はい。で、ウサが決まりみたいなもんや。決まり、ユーナ守る。あの女、どこんでもいるな、本当に。ダンスロボットですね。一人で踊っても寂しくないよっていう。え、公園、群衆を避けるって言ってますね。ほう。あ、なんかさっきのサチノフ博士の演説があと10分後にあるみたいです。はい、おかっぱ。戦争の犠牲者に敬意を表しましょうって言ってますね。怖っ。ずっと見るんやけど、あれのこと。怖い、怖っ。うん、怖いし、意外と怖い。あいつ目そらさんかったな。みんな幸せそうで満ち足りてる。まるで中国だ。だそうです。どの目線から喋ってんで、主人公もよ。お、何これ。映像を映し出してるのかな。これオメガだよ。いいっすね、これ。なんかこういうロボットと対戦する SF ゲームをなんかしたことがある気がします。なんかさ、それよりこのマシンさ、うん、ウサのお母さんが犬のように可愛がっとったやつ。
アイボのパチモンね。こういう感じやんな。お父さんからもらっクリスマスにもらったって言って喜んでたアイボのパチモンのロボットね。だからそうやね、ウサもお家に実家にあるこういうやつ大事にしとかな反乱起こすかもしれんで。ちょっと悲しかったよね。まずそれなんで欲しかったんっていう。あと電源送ってあるああいうの見たときしょんぼりするよな、ちょっと。なんでそれを自慢げに私に見せびらかしたのっていうね。ここは癒しゾーン。研究室に行くってなってますね。これはスピリチュアルゾーンですね。スピリチュアルゾーン、そうですね。よし、あっち行くか。はい。お掃除ご苦労様でーす。でお前このほうきで飛んでみろや。なんで？あ、でも一応おひげが生えてましたね、今の人。あ、これさっきのところの表側か。お前しゃべれるよ。Yes, comrade. How may I help? プラネタリウムなんだこれ。エイリアンおる？ So do you believe in aliens? その質問は必ずと言っていいほど聞かれます。私たちがまもなく宇宙へ行けばエイリアンの仲間入りですね。何言うとるのは支配しろやエイリアン。そんな風に考えたことなかったわ、ありがとう。で、宇宙って何？再現なく喋れますし、答えに終わりがありません。私の言えるのは、地球でどう暮らすべきかという質問が答えになるということですね。なんだこいつもよう知らんのんやんけ。じゃあなんかはぐらかされたな今。はい。人類はもう地球から離れられるか。いやだって離れんって言おうやんな、こいつ。まあ一応聞くか。What do you think? Is mankind ready to leave its home?哲学的な質問ですが、技術面で言えばあと数年ですね。ほんまに？こういう人の話をさ、はい、ふんふんってちゃんとメモって必死に聞くのうさぐらいやで、多分。ベルヤッシュの面白い使い方。ベルヤッシュって何？この後ろの機械がベルヤッシュって言うんですかね、もしかしたら。これかな？ That's a funny way to use a ベルヤッシュ。Yeah, I was surprised too. あー、やっぱカメラとプロジェクターの解像度が2倍になりましたよって言ってるから、これがベルヤッシュじゃんみたいです。あ、でも2倍にするのにこの大きさにせなあかんのやったら、なんかどうかなってなるよな。でもこれプラネタリウムだとしたらいいんじゃないですか。でかすぎへん。プラネタリウムの機械見たことないからわかんない。Fuck me. I just talked to that guy for 10 minutes and I didn't understand a goddamn word. ほら、あの上の丸いとこ以外はもうみんな喋んな、もう。うるせえな、いちいちうるせえな。これまたウサんとこの相棒だろ、本当にもう。めんどくせえ、めんどくせえ。先行こう。何？俺や。ナチェフ総少佐みたいですね、我々は。Welcome, Comrade Major. Today is a joyful occasion.なんか余計なこと喋るようにこいつもシステム組まれてんな。急いでるんで。Naturally, this is the future of Soviet education, a personal project of Dr. Sechenov's poly education. Gone are the days when Soviet citizens had to spend years studying at educational institutions. From this moment on, just inject a special neuropolymer encoded with the education you want.A university level natural sciences curriculum, for example, and you'll instantly become an educated member of society. Want to learn Korean? まあ、ウサみたいな子には向いとうかもな。Or learn to play the piano with Collective 2.0. Yeah, been there, done that. Skip the foreplay, bot. Excuse me, of course.Your particular case definitely calls for something more efficacious. Nevertheless, you will still need an initial neuropolymer injection. Comrade Sechenov is expecting you. お前ロボットやろ、おっぱい触ってみて。いや、嫌がるかなと思って。キャットかって言ったらまだ可愛げあるやん、なんか。は
カプセル。これか。飲むんですか。バカな。お？吸うんだよ多分。え、なんか気持ち悪い。え、気持ち悪い。すごいの？すごいよ。スキャナー機能がアップグレードされたみたいですね。なるほど、お前の、お前の服を投資してやるぜ。機械でしょう。あらわとなったお前の姿をみんなに見せてやる。いや、なんか機械でしょ、だから。Please choose an object of interest and extend your arm toward it. The palm of your hand should be facing the object.人差し指と親指以外の指を閉じて、人差し指と親指で指電報を作ればスカナーが発動します。Holy shit, bot. Who designed this thing? The Spanish Inquisition? おお、スキャナー。よっしゃ、お待たせしました。こいつを投下してみましょう。できるんかな？そういうのじゃないよな、多分な。多分。Demon, be gone. 全然思んないわこれ。悪魔よされって言ってますけど。いやなんかさ、この手の形を考えたといいさ、悪魔よされって言いながらこれをやったやつとかさ、もう中二とかやばいな。まあね、手から触手出てるぐらいですからね。手つかこれグローブからじゃないこの。あ、グローブからなのか。うん。隠しオブジェクトが分かるようになったみたいです、これで。お前の隠れた花園は見れんかったやんけ。そうか。ものすごいパツ 前髪ですよね、この人。うん、こいつがボディを作ってるわけやな。はいはい。うん、機械が機械を。で、これあの、ウサのお母さんのマシンを作りようやつ。相棒もどきよ。でもロボットがもう研究をしてるんですね。まあでも、これはわりかし近い未来ありそうやけどな。全員ロボットにはちょびひげつくんや。まあ男の人って感じなんですかね。男女は眉毛がないんや。はい、こっちの左側のロボット旧式すぎません。ちょっと怖いし旧式。これベイビーちゃんや。なんかこれ一昔前のデザインなんかな。よっしゃ。あ、演説が間もなく始まります。まあのんびりとね、雰囲気を楽しんでいこうこのゲームはな。すごい、なんか行列更新してますよ、更新。ちょっと上から見てみるか。これなんだ、あれか、あのロボコンみたいなやつがめっちゃなんか。え、あいつなんか偉いん。わかんない、なんかこういう感じのタイヤメーカーのキャラクターいますよね。うん、マシュマロマンみたいなやつが。おちょっとこいつひょうきんなやつやん。これさっきのなんかプラネタリウムの子じゃないですか。あいつまた同じやつじゃねえかよ。パレードしてるんだ。あ、でも俺らが向かう先そっちじゃないみたいやわ。はい。お、なに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 、うるせえな。ドローン何？ドローン何？あ、でもこの辺全部人やん。あ、確かにこのスーツ着てる人たちは人間っぽいですね。有権者や。サチノフの執務室へ向かってなってます。おーい、あっちか、遠いな意外と。おー、いいとこにいますね、サチノフ博士。でもこいつちょいちょい見るからさ、ちょっと機能的には強いんじゃないのこれ。あー、門番的な。え、でも怖い顔が。車なんか古いんだよな、全部かっこいいけど。まあ、55年だからみたいな。その時流行った車なんですかね。あ、お掃除。お前死ぬまで働けよちゃんと。
お前も。でもまあ燃料が切れるまでプログラム通りに動くはずですよね。サチノフ博士の事務所へアクセスコードをもらいに行くみたいです。これさ、はい、こいつらがまあ反乱を起こすっつうか歯向かうようになるってことやんな。はいはい、なんかあのターミネーターみたいと思っとったけど、うん、よくよく考えたらなんだっけな、デトロイトビカムヒューマンもそんな感じでやったやんな。人間との共存をどうのこうのみたいな。はいはいはい、はい、これニューコーナー出てくるのこれ。アンドロイドに意思が出てくる。そうやんな、新種が出てくるんですよね。そっち系か。だとしたら俺ストーリー好きだな。これこれエレベーター。あ、でもふわっぽい。あ、動いた。あの、ダークソウル方式ですね。床を踏むと動くタイプのエレベーターですね。めっちゃ押してくるじゃん、この手のグローブのやつ。いや、これだから新しい OS が出たんじゃない。あー、ニュー iPhone が。うん。だったらピンクが良かった。いやー、やばいって。だからそういうやつは、あの花一輪持って空見とったやつ、あいつ多分ピンクつけとわ。ああいうのピンクつけとわ。かわいいじゃんか。わからん、かわいいって思うのも人それぞれなんじゃないあれは。ちなみにそれをやると1分で外国語を学び、1日で量子力学を理解し、世界の文学を暗記することができるらしいです。よう分からんけど、モテそうな女子は白とか持ってそうやけどな。あー、白はでも汚れちゃうから、すごい。うん、汚さんぐらい貴重面な英子なんや。執務室、ここですね。うん、まぶしい。来たぞ、ボス。おー、執務室でっか。つうかあのアンドロイドつうかこのマシンもなんか、あ、本当だ、なんかちょっとなんかやらかそうなボディしてません、なんか。え、かっこえ。そう、なんでちょっとハイレグなんだろうこの人たち。なんかちょっと生めかしいですねこの二人は。なんかくねくね動くし、なんか、うん、なんかやらかそう。これあなたはどっち派ってやつやな、これ。私右で。なんでなんで、理由は、理由添えて。なんか服着てるから、上だけ、なぜか。え、だからプーさんスタイルやろ。プーさんスタイル。うん、下品やな。下品。だっていきなりさ、下だけズリッと下ろされてやられた人やで、あれって。あー、うん、あーちゃうわ。もう前儀も何もない、前儀も中も何もない、いきなりずらされて、いきなりやられただけのやつや。うん、あーちゃうわ、私。そういうのに憧れがあるんかもしれんけど、ちょっと。タービンに入る感じですね。Sorry, I can't meet with you in person, my boy. The reporters have been hounding me all day. なんかすげえお使いさせられた気がする。You've built yourself a city of the future, boss.There's nothing else like in the whole USSR. この都市、チェロメっていう都市みたいですね。あとこのエレベーターでさ、この下、うん、コマっつうか、これがついてる椅子危なくない？確かに動くよね。うん。固定しとけばいいのに。You're a dreamer, Dr. Sechenov. Fantasy and science go hand in hand. Most modern inventions サチノフ博士すごいですね、でも。Flying machines, no. space travel, no. even robots. Are you telling me you got your ideas from sci-fi novels? I got them from the dreams of mankind. 主人公は何者なんですかね。なんかあんまちょっと頭良さそうな感じに見えなかったこれ。はい。わからん、でもなんか部下っぽいけど。でもこいつの直々に動かしてもらおうってことは、ところ刀的な存在やろ。確かに。I hope it won't come to that. But let's take it one step at a time. First, グローブをアップグレードしに行くみたいですね。A Tereshkova robot will meet you there and take you to the Vavilov complex. Understood? Yes, sir. I'm getting in the car right now. 車で移動します。やった。さっきの課長へ旧車っぽいの乗れるんや。ね。サボんな、お前ら働けちゃんと死ぬまでな、うん、休むこと許さんから。
絶対もっと効率いい掃除道具あるはず、このほうきじゃなくて。ないや、でもこうやった方が掃除さしとる感があるやろ。やっぱ権力者としてはなっぱな。やっぱ奴隷っていうのはやっぱこう今も昔も権力者の象徴やから奴隷っていうのは。だから反乱起こるんですからね。そういうとこですよ、反乱起きるの。そこはな、暴力が足りてないんだよ。うん、でもちょっとおしゃれこの車なあ、クラシックカーって感じですね。鍵いる、こういうのでしょ。いや、いるでしょ。いや、こういうのこそさ、この機能こそさ、グローブにつけたらよくない？かっこいい鍵の開け方が。あ、オープンカーだ。いいですね。何？シートベルトを締めください。どうぞ楽しい旅を。ばっか知らねえか、こういうタイプのベンチシートの車にはシートベルトついてねえんだよ、この時代。あ、そうなの。Isn't there supposed to be a radio in here? なんか、なんか思ってた移動と違う。Yeah, I just came from one of them. I get it. なんかな。車で走ってくんじゃないんですね。いやでもやっぱ車っていうのでもうおしゃれ感が増すんじゃん。だったら別にこれ空飛んでくんだったら車の必要なくないですか。まあ、ウサはちょっとそういうタケコプターとかに憧れたタイプかもしれんけど。うん、やっぱ車だよ。やっぱ乗り物に乗っていくってやつが。見て、このいい音楽。はい。うん。あれ、これでも。この音楽わかる？アドや、アド。あ、そう、アド。これ、雲ですね。空島これ。これ、雲の上に浮かんで、なんか、向こうの方とかにも同じような、なんか、浮いてる島ありますよね。なあ。これ自体が浮いてたんだ。すごい科学力ですね。なんかこのアドの音楽がうぜえ。アドちゃうわ。すごい。さあ、年間何個の島が地上に落ちていくんでしょうね、これはね。大問題だわ。でも事故率 0% っていうこともないやろ。Dr. Sechenov has mine. Yeah, that's the operating table. Everybody else needs to earn it. Anyway, why would everyone be strapped to a damn robot? Well, jet's taken or something. 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 Well,地上、地に足をつけてするんですか。あんなやつらと一緒に息を吸いたくないわっていうやつらが上に来てんだよ。すごいな、これ。あ、でも地上に行くのかな。気のせいかもしれんけど、俺もしかして下に向かいよん、これ。下の世界どうなってるんですかね、気になりますね。いやだからもうスラム化してるよ。スラム化。あ、でも山が見えますね。だからもう片腕がロボットの人間とかガトリンクガンになっとうような、こうちょっと。え、それはそれでかっこいいんだけど。そう、一応反政府の連合体が。かっこよくない。水面下で多分な、反旗を翻そうと思って力をつけていってるよ今。それでかっこいい。アバランチがいっぱいいるよ。アバランチ。俺の腕です。はい。でも車自体はなんかレトロカーみたいな。やっぱな、旧車がかっこいいってなるんだよ、うん、やっぱこれ、まあ、雲の中やろ多分。ねえ、雲の降りてますね、やっぱ。最悪だ、俺の上級階級だったのに。上の町からゴミとか落とされよんだろうな、下のやつら。クソじゃん。3826番施設っていうところに今から行くみたいですね。この辺がそうなのかな。いやいや、上がええ。
あ、でも綺麗。自然が残ってて、ね、うん。一見よく見えるやん、綺麗に、はい、うん。めっちゃ虫おるで。おう。磁気鉄なんですよ。This technology was pioneered by the Chelomei Design Department. ゆりかもめみたいなもんな。まあ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 、まあ。車両少ねえな。人住んでんのかな。いやでもあれあるってことは住んでんじゃないの。あそっか。自動化された工場のオペレーションです。ロボットの組み立てや機械部品の配送をやってます。うん、見てみ、そこまでドローン飛んでねえぞ、上ほど。金ねえんだよ、みんな。これ、アマゾンやな。アマゾン、あ、なんかぽい。未来こんなになる、アマゾン。いやー、景色はいいんだけどな。うん。この下がコンピューターセンターみたいですね、サチの博士の。なんかデブいマシンが荷物運ぶよ。やっぱ力持ちはデブくされるんやな、ロボットでも。で、あそこら辺が太陽光発電所らしいです。はいはいはい、エコですね、エコ。これで金稼ぎした詐欺がいっぱいおったと聞きますがね。あー、聞きます。良くないですね。We are now flying past the majestic Call of the Motherland Monument. 母なる祖国像です。こちらが第二次世界大戦に勝利を収めた証として1948年に建立されました。うん、農業で数々のどのこうのって書いてあるけど、はい、フルーティー人参みたいなもんや。こちらはですね、彫刻家の方とロボット作業者の方が作った、うん、人と機械が協力した最初の芸術作品らしいです、こちらが。まあだからそんなこと結局できんかったんやって。デトロイトビカムヒューマンやってねえのかこいつらは。はい、ツアーも終わりに近づいてまいりました。なんで俺はこっちに回されたんだろう。ツアーになっちゃいましたね。つか今まで知らんかったんかな俺は。戦闘態勢に入ったの。なんで？なんで？モークばっか言うからですよ。クソが。モークばっか言うからこういうことやるんですよ。お前人間様の恐ろしさを知らねえな。聞いてねえですよ、ロボットが。クソが、死ぬまで働かしてやったんだ。ご乗車ありがとうございました。クソ。あ、眉毛のない人。ちょ、待て。大丈夫。なんか様子おかしいやんけ。普段通り働いていたんですが、突然攻撃を始めたのですと。そうです。反乱分子がおるぞ。君大丈夫？え、この女の子は平気なんだなあ。ねえ、ちょっと賢いのかな。え、怖っ。あっ、ちょっと危な。 Our ascent is once again continuing normally. A Drofa towing robot will be here shortly to perform magnetic coupling and take us by air to... 電磁融合によってって何？ Son of a bitch, not again. なんかここ、どっかに運ばれるん？空に運ばれてるみたいですね。いやじゃ、お前だけ吸い込まれろ。助けて、落ちてしまいます。無理や、もう。ナイス。あいつプロペラに挟まれたな。これ落ちるよ。落ちるよ。これ落ちるよ。バカ、あいつが身を挺して助けてくれたんだよ。ってことでね、アトミックハートでした。はい。いや、終わってない。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。